タケチャンネルです。今回もですね、引き続きヌヌの、306マキシの制作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、いきなりここスタートということなので、ここスタートなので、まあ、何やるか分かると思うんですけども、今回はクリア吹きをやっていこうと思います。はい。で、まあ、しっかりねクリア吹く前にはたいておいてあげるっていうのは当然なんですけども、デカールをこれだけ貼った上からクリアを吹くので、通常のねあのデカールを貼ってない、ものにクリアを吹くのとはとちょっと手順が変わってくるので、その辺の説明とかもちょっとしながらやっていこうと思います。はい。というわけで、まあ、使うクリアは EX クリア、ガイアの EX クリアですねを使ってやっていきます。これはね1対1で希釈したものになるんですけども、これをそのまま使うわけではないんですよね。希釈1対1で希釈したものに、薄め液をダーッと足してあげる、まあ、適当でいいと思う、適当でいいんですけども、薄め液を足してあげて、だいたいそうだ、ね、イメージ的に言うと、ちょっと待って、ニードルが引っかかった。だいたいイメージ的に言うと、まあ1対3か1対4ぐらいがいいかなとは思うんですけど、シャバシャバにしたクリアをまず、全体に拭いていきます。でこれまあ何のためにやるかっていうと、まあ、デカールのシルバリングを消すとき、シルバリングを起こしちゃったデカールのシルバリングを消すときに、まあ、軽く薄め液を吹いたりっていう裏技があったりするんですけど、まあ、それの応用で、デカールにシャバシャバのクリアを吹いてあげることで、デカール自体に溶剤を染み込ませてあげて、まあ、クリアが混じった溶剤を染み込ませてあげて、密着度を上げようっていうのが、このシャバシャバクリアの目的です。なのでこれをドバッと吹いちゃうと溶剤でデカールが溶けてしまうので、これをふわーっと砂吹きでねまずかけていきます。ほんとふわーっとかけていく感じで、デカールにまんべんなくかかるように吹いていきます。ちょっと表面がね少ししっとりするぐらいな感じのイメージでかけていきます。この時に光沢が出るぐらいまで、表面がウェットな感じになるぐらいまでクリア拭いちゃうと、下手したらデカールが溶けたり縮んだりっていうのになったりしますんで、この時点では本当にふわーっとかけていく感じでやってあげてください。このデカールの表面がねちょっとしっとりするような感じ、全体にね何回かに分けてちょっとずつ乗せていく。どんぐらいかけたらいいかは適当です。まあ、今こんだけちょっといっぱい作っちゃったからいっぱいかけてますけど、シャバシャバのクリアなんでね、できればこの瓶に容器に戻したくないっていうのがあるので、とりあえず作った分全部拭いちゃおうかなと思って
今吹いてるんですけど、まあ別にここまで吹かなくてもいいかなっていう気もします。まあ、メインは溶剤をシンナーをデカールに染み込ませることで、そのついでにちょっとクリアーも一緒にお願いしますみたいな感じですね。あ、ちょっとホコリが、よし、 OK、 こんな感じでざっくりと全体にクリアーをシャバシャバクリアーを拭いて、デカールをまずボディに密着させてあげます。でこれでちょっと乾かしていきます。でこの時、まあ砂拭きで拭いてるんでね、もうすぐ乾くんですけど、ちょっと置いてあげた方がこの後トラブルになりにくいです。僕結構せっかちだからこの後すぐにクリア拭いたりとかしたことあるんですけど、それやると結構密着が足りなくて、この後に拭いたクリアでデカールが縮んだりとかして、こういうパネルラインのところでカッターで切れ目を入れたところとかがミュッとめくれ上がってきたりとかっていうことが何回かあったので、ちょっとねこのまま、しばらく乾燥させてあげようと思います。はい、そしたらですね、さっき拭いたシャバシャバのクリアが乾いたので、この上から本ちゃんのクリアを拭いていこうと思います。なので、まあ、さっき言ってたこの1対1で希釈してるこのクリアをそのまんま拭いていくっていう感じで乗せていきましょう。ではやっていきます。これはねもう本ちゃんのクリアなのでしっかりと乗せていく。こんな感じで、ウェットな状態になるまでしっかり乗せてあげたら、これで、一旦乾燥させていきます。でまあちょっとできればこれを2回ぐらい、重ねてあげてから次の中研ぎの工程に行こうと思いますので、とりあえずこれで乾燥機に入れて乾燥させていきます。はい、そしたら、クリアが乾燥した後ちょっと中研ぎをしました。ちょっと中研ぎの様子はね、昨日やったライブ配信の中でやったんで、そっちっていう話になっちゃうんですけども、表面のデカールの段差を少し慣らした感じ、まあ、完全にまでは消し切ってないですけども、デカールの上に、ペーパーを当てて、デカールの段差を目立たなくする感じです。実写もデカールの段差、デカールというかまあこのスポンサーロゴの段差って実写でもあるので多少あっても別にいいとは思うんですけど、きっとそのまんまのスケールだと、きっとそのまんまの段差だとちょっとオーバースケールになってしまうので、軽くね削ってデカールの上を削ってこの段差をちょっとちっちゃくするっていう感じで中研ぎを2000番でやりました。なので次こっからこの上に仕上げのクリアを拭いていくんですけど、まだ EX クリアの1対1で希釈したものをベースに少し薄め液を増やしてあげます。まあイメージ的には1対 1.2 ぐらいのイメージで、まあ、ちょっと薄め液を足すって感じ。まあ適当なんでね、厳密にどんぐらいっていうのは分かんないですけども、拭いてあげてこれを拭いていきます。でちょっと手袋を忘れた。
ったら吹いていきます。でまあ中研ぎした後に一回ねボディ全体洗ってるんですけど、必ずねまた畑でしっかりとホコリを落としておいて上から拭いていきます。たらやっていきます。してるな、よし、まーす。試着を薄くしてる分、試着の濃いクリアよりも垂れやすくなるので、その辺を注意した上で拭いていってあげます。こういう感じ、こんな感じで表面にね照明が綺麗に映り込むぐらい、テロテロにこうウェットな感じに吹きつけてあげます。こんな感じで、このまんま、ね、乾燥させていくんですけど、ここからは、乾燥機は使いません、自然乾燥で乾燥させていくという形で乾燥させていきます。はい、そしたらちょっと乾燥を待ちましょう。でここからまあどんぐらいの状況見ながらって感じですけど、まああと1回2回は重ねるっていう感じで重ねていくので、このまましばらく乾燥させていきます。はい、そしたら1時間ぐらい乾燥させたので、まあ、表面触れるぐらいまで乾燥してるので、さらにもう一回いきましょう。で、まあ、だいぶツヤは出てきてるんですけど、さらにもうちょっとだけ薄め液を増やしてあげて、この上からさらに落としていきます。今で1対 1.4 ぐらいかなっていう感じです。はい、じゃあいきます。またさらに薄くなって、またさらに垂れやすくなるので、また注意して拭いていきます。ただ垂れるのが怖くて中途半端に拭いちゃうと逆効果になってツヤがなくなっちゃうので、その希釈の垂れる寸前まで拭いてあげるっていうのを意識して拭いてあげてください。こんな感じ、こんな感じまで拭いてあげたらまた常温で乾燥させていきます。はい、そしたらまたしばらく乾かして、今こんな感じ、まあ、だいぶ綺麗にはなってきましたけど、あともう一回最後、もう一回だけ拭いていこうと思います。でまだ一緒で、さっきよりまだほんのちょっとだけ薄め液を出してあげる、まあ、残ってる量があとちょっとだけなんで、ほんとちょっとだけ、ほんとちょっとだけ、こんぐらいで何が変わんのって思うかもしれないですけど、結構これでも変わるんですよ。ちょっとね、乾かしてる間にちょっと軽く筋トレしてたら腕がプルプルしてるんですけど、はい、じゃあ行きましょう。ただ、同じことの繰り返しですけど、垂れないように気をつけつつ垂れるギリギリを狙って拭いていきましょう。重ねて光沢と光沢とかをね出していきたいんだけど、あんまり希釈が濃いと熱くなりすぎるんで、こんな感じ、こんな感じで拭いてあげたら、これでまた乾かしていきます。ちょっとね雫が混んじゃった、まあ乾かしていきます。はい、というわけで、クリアが乾燥するとこんな感じに
なります。まあこの照明の映り込み見てもらって分かるように、まあそれなりにもうこれでツヤは出てるかなと思います。なのでそんな極端めっちゃツヤにこだわるっていう人じゃなかったら、正直もうこのまんまで OK っていう感じの仕上がりにはなったかなと思います。ルーフもこんな感じねです。はい。ただまあやっぱり気にする人からすると、やっぱりデカールの上とあと塗装の部分とで若干表面の質感がやっぱりちょっと違うんですよね。少しデカールが縮むというか、それに引っ張られちゃう部分があるので、それで若干その肌の仕上がりが違うっていうのと、あとやっぱりこういう角の部分とかパネルラインのところとかに少しクリアが溜まるんですよね。どうしてもクリアを吹きつけてるので、でこう光を当てた時にここハイライトが曲がってしまうっていうのがあるので、やっぱりこの辺が気になるんであれば、軽く研ぎ出しっていうので、こういうところのシャープさを出してあげるっていうのをやってあげると、非常に綺麗に仕上がるかなと思います。こういうとこもそうですよね。フェンダーのここの縁のところ分かりにちょっと分かりにくいですけどね、こういうとことかもやっぱりちょっとクリアが溜まった感じになってる。まあ塗った時よりは硬化した後の方がスーッとこう溶石が減るんで、マシではあるんですけど、やっぱりちょっとこうモコッとなってる感じはあるので、この辺をね、ちょっとペーパーで落としてあげたりとかするとより綺麗に、ソリッドな仕上がりになるんじゃないかなと思います。はい。であとまあちょっと僕がやっぱりまだ下手くそだったっていうことなんですけど、やっぱりここのねモールドのところ、ボンネットのモールドのところをやっぱり食い込ませてた部分が少しデカールが浮いてきちゃったんですよね。この奥にギュッギュッと押し込んでたデカールがやっぱクリアに引っ張られてちょっと浮いてきてしまったんで、少しここがガタガタってなっちゃったっていうのがあるので、これはまあ次回の反省ですね。密着が足りなかったか、まあ、ここはもう逆に開き直って切っちゃってこの中に塗料を流し込んどくとかしてあげた方が良かったかもしれないですね。それ以外はだいたい綺麗にいけたかなっていう風に思うので、これでしっかりと乾燥させてあげて、最後の仕上げをやっていくっていう形で作業を進めようと思います。なのでちょっとこれを乾燥させてる間にシャーシの方の作業を進めていこうと思いますので、また次回の動画はシャーシの、作業をやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。